こんにちは。貝柱です。青汁は さっき飲んだのでありませんっていうか、実はこれ今日2本目で、さっき撮影してた分マイクを入れ忘れてて音声が取れてなかったんで、2回目の録画になるんですけど、マジでめんどくせえ。もうやだ、もう。ああ、同じこと2回話すの？今日は資料館エンフィールド事件という映画の話をしようと思います。資料館シリーズの2作目です。ジェームズ・ワンが監督しているのもこの2作目までですね。3が、来月10月とかに公開されるんですよね。10月の1日だったかな。その3を僕この前試写で見せてもらったんですけど、怖さで言えば、シリーズの怖さで言えば、この3作目が一番個人的には怖いんですよ、怖さ度。だけどこの2作目の今日話するエンフィールド事件っていうのは、泣ける、なんか、ほろりみたいなのも、もうさっきもう話したのに、マジでもうめんどくせえ。 マイク入ってる、入ってるね。そんな感じですけど、とりあえずエンフィールド事件の、まあ、あらすじをとりあえず話すと、1977年、イギリスのロンドンのね、エンフィールドっていう、まあ、地域があって、そこにホジソン一家がいるんですよね。これはもう離婚していて、お母さんが4人の子供たちを育てているという家庭なんで、で、この家族が住んでる家があるんですけど、そこで最近妙なことが起こりますという。まず1回目起こり出したのが、次女の11歳のジャネットという女の子がおるんですけど、この子がですね、2階の自室のベッド、お姉ちゃんと同じところで寝てるんだけど、そこでって寝てたらね、パッと目が覚めたら、ベッドで寝てたはずなのに、いつの間にかリビングにいるんですよ、下の階の。そこからこうバーってうなされだして、ジャネットがね、何かこう夜にこう独り言を言うようになるわけです。だからお姉ちゃんのマーガレットとっても心配して、「どうしたのジャネット?」って言ったら、「お前ぶっ殺してやろうか?」って。ここ俺んちだけれど、11歳の女の子とは思えない声、のぶとい声、おっさんみたいな声でそういうことを言うわけです。ね、もうびっくりするの、マーガレット。悪口。今度は末っ子のビリーの方に異変が起こりだして、ビリーが夜中ね、あ、寝ようかいねーってこうベッドに入ろうとしたらですね、おもちゃのこう車みたいなのがあるんですけど、それがピロロロロロ、ピロロロロロって鳴り出すわけよ。あ、うるさいなと思ってポッて止めて置いて、でまた寝ようとしたら、またピロロロロ、ピロロロロ、正気ですかって、もううるさい、やかましいなと思って、これを廊下に持って行って、廊下にテントが張ってあるんです。そのおもちゃのテント、子供が遊ぶ用のなんかちっちゃいテントみたいなのがあって、その中にもうやかましいっつって、ブーって車入れるんですよね。はーってしたら、その車が勝手に戻ってくるんです、テントの中から。テクノロジー、そのテントの暗がりから、ブワーへそ曲がり男っていうなんかキャラクターだかなんだかがいて、そいつの影みたいなのがザーって実体になって、うわーってくるわけですよ。もうだからもうビリーもびっくりしちゃって、ママーってもうママのベッドまで走って、ママ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 って起こして、そしたらママを、何、うるさいわね、もう果てしないわねって言って、ママなんか変なおへそ曲がり男が出てきて、はいはい、寝ぼけてたんでしょ、ぶっ飛ばすわよって、もうね、あやすわけですよ。で、今度はまたジャネットですよ。ジャネットがその日こうやってベーって座ってね、リビングでテレビを見てたら、テレビがブツンって切れて、ちょっとテレビさん、ボンボンバゴンバゴンって、そのテレビから反射してこっち側が見えてるんですけど、こっち側にこうやってちょっと古い椅子が置いてあるだよ。で、そこにおじいさんみたいな人がこうやって座ってるのが見えるんですよね、テレビの反射で。だから、って見たらおじいさんいなくて、なんだって言ったら、ここにおじいさんがいて、俺の家だーとか言ってんの。さようでございますか。そっからもいろいろポルターガイスト的なものがたくさん起こる。椅子がガタガタガタって揺れたりとか、寝てる時にね、もうガタンガタンってベッドが揺れたりとかですよ。ジャネットとそのマーガレットの部屋のね、ベッドが揺れたりして、これお母さんに報告でしょっていうふうになる。お母さんもうこの家やばいんだけれど、ほんとやってらんないんだけど、みたいな言ったら、お母さんが、あんたたちまたそうやって嘘言って、ほら、さっさともう歯磨きなどして寝なさい。
right! お母さんは信じてくれないわけです。そしたらそのお母さんの目の前でタンスがシューって動いて、シュー、向かいの家のお友達の家に逃げ込むんです。ごめんね、家がなんか果てしなくて。ほんで警察にも通報して、警察に家の中を調べてもらうことにするわけですよ。警察の人たちがね、こんにちはって、あなたたちの税金で飯を食わせてもらっております、警察です、では家を調べさせてもらいますって、銃を持ってさっさっさっ調べていくわけです。そしたら壁から音がしだすわけ。どん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 壁の中から音がして、え、なんぞやなんぞやって警察も気になるわけ。見てたら、あのキッチンのところの椅子がズラーって動き出して、もう警察の目の前で、はあ、我々の手には負えませんのでさようなら、ちょっとあなたたち警察でしょ、私たちのことを助けてくれるんでしょ、これ警察の範疇超えてるんで、ではすいませんっつって帰っちゃうんですよね。警察ももう全然使えないの。藁にもすがる つもりで今度は警察テレビの取材を受けるんです。ジャネットがこうやって座って一問一答みたいなのを受けるわけです、インタビューみたいなの。そしたらまたその時にワン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 パーン、電気が消えて、でジャネットがまたなんか様子がおかしいんです。寒げた、何かに乗り移られてるみたいなんです。だからテレビクルーが聞くの、あなたは誰ですかって聞いたら、俺はビル・ウィルキンス、72歳になります。あなたは何をしているんですか。俺はこいつらを驚かしています、なぜなら面白いからです、とかってね、こう一問一答してるわけです。どうやらジャネットに乗り移っている霊みたいなのはビル・ウィルキンスという男、おじいさんで、この家に生前住んでた人で、そこのここにあるリビングのこの古い椅子で死んだんだと。で、この家は俺のものだって言い張ってる。で、この家族を死ぬまでビビらせてやる、わははとか言ってると。この家に悪さをしているのはこの幽霊なのかな。もうこれはちょっと我々の手じゃもうどうにもなりませんということで、ついにですね、心霊研究家のエドとロレインという夫婦に助けを求めて、この事態の収束を試みようとするんですけれども、さらに事態はどんどん悪化していって、このね事件は後にエンフィールド事件という名前で、もう代々もうずっと語り継がれていくほどの大事件にまで発展していきますが、さあ果たしてこの家族の運命やいかに、みたいなお話です。資料館シリーズの第2弾ですね。第2弾、資料館っていうのは基本的にそれで実話の事件を元にして、そっからこうストーリーが作られていくっていう形でやってるので、この2作目のエンフィールド事件っていうのも本当にあったエンフィールド事件っていうのを元にした映画になります。1977年のイギリスの、ロンドンの、だからエンフィールドっていうところがあって、本当にそこで起きた事件が元になる。で、どんな事件だったかっていう と、史上最長期間続いたポルターガイスト現象。この町で何年間かな、1、2年間の間に1500件以上ものポルターガイスト現象が起こったと記録されているわけですよ。一人がポルターガイストを目撃したんじゃなくて、この町の何人もがその現象を目にしてるっていうね。家具が動いたり、壁とか床がどん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 なったりとか、人が宙に浮いたりっていうのを何人もが体験してるって、すごいですよね。本当と思うんですけどね。で、だからエドとロレインっていうこの心霊研究家の2人、主役の、これも実在した人たちですね。基本的には資料館シリーズの主役はこのエドとロレインっていうこのお二人なんですけど、心霊の知識が豊富で、悪魔払いの資格とかを持ってんのかな。それのエドっていうね夫と、あとは霊力があって霊視ができる、ちょっと超能力っぽいことが使えるロレインっていう妻が今回の、エンフィールド事件に臨むと。で、シリーズ通して言えることなんですけど、この二人だから心霊研究家で幽霊を信じてるんです、当然。まあ、だからといってでも簡単に幽霊を倒してほしいっていう依頼が来た時に、あ、じゃあ助けますよみたいなスタンスじゃないんですよね。ちゃんと科学的なことで現場検証を行った上、しっかりとみっちりと行った上で、
助けるか助けないか決めるっていうね、なんか結構そういう割とこうかっちりしたところがね好きですね。ちゃんと心霊研究家と名乗った上で、あなたたちが被害に遭っているのは幽霊じゃない可能性もありますよっていう可能性も前提に考えて事件に立ち向かってくれるっていうね。そう、あの人的被害の可能性もありますよとか、自然的ななんとかでとか。狩猟館シリーズはねですね、カメラワークもとっても良くてですね、この映画、エンフィールド事件の中で言うと、例えば、最初のね、この家族、怪異が起こっている家の中をカメラがこう行くシーンがあるんですけど、そことかも廊下をずーっと行って、その廊下の上の方にこう窓があるから、その窓から隣の部屋に移って、その隣の部屋からもう一つ違う部屋に移ってっていう、このぬるっといく動きとか、あとはなんだろう、こうやって画角があって、この辺に窓があってさ、ちょっとこうスーって揺れてるわけです。揺れてて、これ今夜ね、夜になってて、でそのうち一瞬のうちに朝の光が窓からさーって差して朝になるみたいな、この同じカットの中で状況が変わっていくのを見せるのがとってもね、うまい映画だったりします。なんかそういうのがね、見ててとっても面白いね、視覚的になんかね気持ちいいシーンがたくさんそういうのあったりします。この先中盤以降のネタバレが含まれるので、狩猟館エンフィールド事件見てない人は気をつけてください。あーやっと来た、ここまで。もう同じこと2回話すのめんどくさい。だからエドとロレインがこの家にじゃあいよいよ調査に来るんです。まずは幽霊、本当に幽霊の仕業かどうか確かめましょうというところからですね。科学的ななんか器具とか持って、でカメラとかも家に設置して、さあと。ロレインはで霊視ができるから、そもそも霊がいるかどうかっていうのがもう探知できる能力があるから、さあこの家に霊がいるかなーなんて思ってみるんですけど、全く霊的なもの感じないんですよね、この家。あれ？その中で、怪異はでも起こるわけですよね。4兄弟、この家の4人兄弟、もうめちゃくちゃ仲いいな、仲睦まじいわけです。ジャネットがね、だからそういう風におじいさんに体乗り移られたりとかしてるから、男の子のね、その兄弟が僕が守ってあげるからとか言うんです。もう可愛いんですよ。だからリビングでこうやって集まってたら、キッチンの方でなんか音がするから、ジャネットは待っててって、僕が見に行ってくるからってバーって言って、机があってさ、キッチンに、そこに包丁がズダダダダダダって刺さってんのよ。え、すごくないとか思いながらこう見てたらですよ、ふって視線を移したら、ここに顔が険しくなったジャネットがシャーってと思ったら、今度は機械室みたいな、こういうちょっと狭い箱見て、ドアがあって、その中にその家の中のいろんなそのメーターとか機械とかがこう入ってるわけですよ。そこにその体乗り移られたジャネットがね、もうは普通ならそんなとこ入れないんですよ。だけども体がなんかもう、なんかもうこんなんなってさ、もうすごいのよ。もうこんなんなっても入ってカーッとかやってたりとか、明らかに怪異は怒ってるんです。怒ってんすよ。だけどこれ何が問題かって、エドとロレインの目の前でこれが怒ってないんですよね。だから証拠にならないんです、残念ながら。エドとロレインも絶対この家なんかおかしいっていう感覚はあるんですけど、証拠がないことで助けることができない。霊の仕業だってわかんないと。なんでかっていうと、エドとロレインはなんか教会みたいなのに属してて、その教会の決まりで絶対にそういう証拠は持ってこいっていうスタンスなんです。いたずらで幽霊のせいにする家族とか依頼者もいるから、簡単には引き受けないようにしましょうねっていうことなんですけど、これのせいでどうしても助けることができなくて、もう一番はだからロレインの霊視をしても、なんか霊的な感覚が全く察知できないっていうのが一番ね問題なんですよ。だからどうしても霊の存在が 100% 証明できないと。だから助けることが今できなくて、だからもう結局帰らざるを得なくなって、もう違和感を感じながらで新幹線に乗り込むわけで、そこでハッとするわけですよね。ジャネットがおじいさんに乗り移られた状態でインタビューをしたのを録音した、録音のデータが2つあるんですよ。違う時間に録音してたものが2つの音声データね、ちょっと違和感があって、間抜けてる部分があるんですよね。だから抜けてる部分おかしくねと思って、2つを合体させたら、ちょうどその抜けてる部分の穴がそれぞれ埋まっていって、
こんな言葉に変わるんですよ。助けて、あれが俺のことを話してくれないっていうことを言ってるんです。うわーってなって、これそういうことかと。今までこの、だからジャネットがおじいさんの声をして話していた時に言ってた意味のわからない言葉は、ジャネットが助けてって言ってるもんだと思ってたわけ。乗り移られた状態でもなんとか自我を残して、おじいさんに、おじいさんの幽霊に乗り移られてるから助けてって、ジャネットが助けを求めてる声なのかと思ってたら違うんですよね。この声って、そのおじいさんの幽霊がもう一つ上の何かに支配されて、ここの家に縛り付けられちゃってるから、それから助けてくれって、おじいさんの幽霊が自分たちに助けを求めていることが分かったわけです。だからおじいさんの幽霊、悪いやつじゃなくって、その上にもう一つ悪い、今要は悪魔ですよ、がいて、そいつに従わされてただけだっていうのが分かるわけ。やべーってなって、これ分かって、いやいやいや、もう教会とか知るかよっつって、ぐわーってもう家戻って、そのみんなの家に戻って、そしたらもう大惨事になっているわけですよ。もうだからもうそこに助けに入るんです、エドとロレインが。うわーっつって、そう大丈夫か、いやーいって入って、そしたらなんかここに配管があって、シャーって熱々の蒸気が出てて、エドの顔に蒸気がパッシャーってかかって、熱い、熱々。ほんでその悪魔、シスターの悪魔なんですけど、がこの家でめっちゃ悪さをしてるんですけど、こっからクライマックスですよ。もうその悪魔が、シスターの悪魔なんですけど、そいつがもうドッシャンドッシャンするから、もう家具がドシャン、庭に生えている木がズボン、窓がパリーン、そしてロレインの体がふわーヒュードーン、あーみたいな。もうそしてここでシスターの悪魔がハッハッハ、死ぬほどドヤ顔、ハッハッハ。でもうロレインどうしようかっつったら、もうこいつに勝つ方法はこいつの名前を叫んで従わせるしかないと。悪魔は自分の名前を他者に呼ばれるのがね、NG なんですよ。だから基本的には名前を隠して行動するようにしてるんですけど、ロレインはこの悪魔の名前知ってんすよね。だからもうこの悪魔に対して言うわけ。悪魔よ、悪魔、お前はお前の名前を言えばお前を支配できるんだろう。お前の名前はバラク、すごく悪いやつ、言うわけです。父と子の皆において命じる悪魔よ、お前はしっかりめにしねえ、うわ、おらー、バカがやーっつって死ぬほど悪口言うわけよ。悪口っていうか、もうそういうね、悪魔を撤退させる言葉みたいなのを言ったら、もうそしたらバラクっていうね、そのシスターの悪魔も、あ、そうっすかっつって、ほなっつって、もうチャリンチャランポロンチャランって帰っていくんですけど、地獄に。結構泣ける泣ける。もう家族がもう本当に、もうジャネットっていうね、この女の子が本当にけなげ、てか兄弟がみんなけなげでね、ちょっと涙腺来るわけですよね、とっても。2はね、ほんと怖さはほどほどなんだけれど、なんかストーリーがいいっていうかね、もうあれなんで、もぜひ気になった方はご覧になってみてください。まあ2からでも、別単体でも楽しめる出来にはなっています。はい。さあ、前回の動画のコメント返し、前回は貞子 3D というホラー映画の話をしてたんですけど、それのコメント、おいしいトマトちゃん、私これを 4DX で見ました。 4DX は匂いも出るっていうから、この映画のどこで出してくるんだろうとワクワクしていたら、最後らへんの草むらのシーンでひたすら草の匂いを嗅がされたの覚えてます。映画館で一番笑った作品ねえ。貞子 3D はね、本当に面白いんですよね、笑えて。いやー、すごい、 4DX で4DX ってさ、それ匂い系あれですよね、この作品に限らず有効に使えてる映画あんまないっすよね。まあまあ、皆さんおすすめです、貞子 3D。 この時代も 4DX あったんですね、っていうか。まあ、じゃあ次、カナハ。全然関係ないですけど、バシラさんは洋画を見るとき字幕版か吹き替え版どっちで見ますか？これですね、僕この前発見があって、ぜひちょっとみんなにもお話ししようと。まあ、生放送ですでに話したんで、聞いたことある人もいるけど、ちょっと話しとこうかなと思って。僕今までは洋画は字幕版だったんです。吹き替えなんて邪道だみたいな感じだったんですね。そのままの、映画を見るのがやっぱり正しいんだみたいな、ちょっとこう凝り固まった頭して。でこの前
なんかな、フィアーストリートっていう映画、ホラー映画なんですけど、それの2をたまたまネットフリックスなんですけど、ネットフリックスの音がちょうど出た、たまたまそれをが設定が吹き替えになってたんですよね。で、まあ一回吹き替えでと思って、そのままなんとなく流してたんですよ。流し見したろうと思って、で見たらめちゃくちゃなんかキャラクターに感情移入できて、吹き替え版、字幕で見た感覚と違う。なんか今まで洋画って見てた時って、僕キャラクターに感情移入することってあんまなかったです。あれですね、日本人だからさ、日本語で聞くとこうやっぱり入ってくるんですよ。でもすごい楽しくて、それ以来は、まあ、全部吹き替えで見るとは言いませんけど、その吹き替え版もいいもんだなって思うようになりましたね。僕は英語も話せないし、英語も何言ってるか聞き取れない人だから、字幕ばっかり追ってる、その文字ばっか目に入っちゃって頭がこう混乱しちゃって、多分今まで分かってなかった、ね、何いんのここ。それが吹き替えだとね、すごい話も入ってくるし、キャラクターもこう好きになれるしっていう発見があったので、もし僕と同じようなね、洋画だからそのまま字幕だろうみたいな、思ってる方はね、ちょっともし気が向いたら吹き替え版とか、まあ物によりますけどね、吹き替え版でちょっとひどい作品とかもあったりするので、まあ、そこはちょっと選ぶ必要がありますけど、まあ、だから基本これからも基本的には字幕で見るとは思いますけど、だからそういうものによっては吹き替えで選んでね、だから見に行こうかなっていうふうにしようと思った出来事でしょうか。はい、さよなら、そういうことです。